仕入れの手配をしていました。お断りだぞ。イバールちゃんはどうですか？ブンちゃんやミコちゃんも可愛いと思います。セイラちゃんはスタイルがとてもいいです。以前どうして2着買っていったのか不思議でしたが、どういうつもりだ？今日は日光で確認されたキャンサーの小規模な群れの索敵と討伐でしたね。大丈夫です。まだ他の方も来ていませんので。浮かれて集中力が切れてんぞ。危ないからもう少し任務に身を入れやがれ。それが浮かれてると言ってやがんだぞ。ショップ店員のたしなみです。上手に脱ぎ着すれば裸にならずに着替えられますよ。はしたねえぞ。激しいぞ。では私も。落ち着け。快適だぞ。マルチタスクはショップ店員のたしなみだぞ。みんな注意散漫になっていたから警戒だけは怠らないようにしやがれ。私は忍者じゃありません。アーデルちゃん、不用意にからくりに触ってはいけませんよ。自重しやがれ。ブンちゃん、不用意にからくりに触ってはいけませんよ。忍者屋敷の定番、どんでん返しです。いえいえ、ただより安いものはありません。強敵です。自重しやがれ。触るなって言ってんだろ。セイラちゃん、自重しやがれ。重いからさっさと立ち上がれ。ええ、何か落ちてます。そうですね、そろそろカメラぶっ壊すぞ。イバールちゃんたちもご無事で何よりです。はしたねえぞ。褒めても何も出ないぞ。出ねえぞ。よろしくお願いします。では水辺のスナップから撮りましょう。水辺で戯れますので自由に撮ってください。いきなり激しいぞ。だから普通の忍者はこんな術使わねえぞ。構いません、やっちゃいましょう。はい、みんながアーデルちゃんを思い出すきっかけになるかもしれません。限度があるぞ。昆虫照明ありがとうございます。あの木の下は木漏れ日が降り注いで良い撮影スポットですよ。そこの白い花が咲いているあたりはどうですか？水着が映えます。お気に入りのスポットになったのでよりいい表情とポーズが作れると思ったんです。そうですね、セイラちゃん、シャッターチャンスを逃さないでくださいね。グラビア撮影も軍の任務だぞ。えい、からくりがちゃんと動作するかの確認です。これが忍者の修行の賜物でござるぞ。やあ、任せるでござる。行くでござるよ。探せ。それでは行ってくるでござる。ただいま戻ったでござる。やあ、どうやら。どうぞ。何のそのです。敵がいます。いえいえ、強敵です。ただより安いものはありません。忍者修行の賜物です。そうですね、ではエスコートお願いします。セイラちゃんの金銭は特殊ですね。頼りにさせてもらいますよ。アーデルちゃん、ずっとそばにいましたが、ただいまです。いいものを持ってきました。言語中枢が壊れてやがるぞ。